開いたよ。え、ちょっと、その前に。ごめんね。ごめんね、ごめんね。こっち行きたいねんな。エリカちゃん。ああ、よかった。止血できるよ、これで。エリカちゃん。セーブもあったし。エリカちゃん、置き去り事件。ごめんって。あ、でもそれくらいか。そうだね。よかった。エリカ、大丈夫そう。すぐに駆けつけたけど、大丈夫かな？大丈夫かな？ちょっと、痛いかも。遅いよ。もう、無理しないで。ほら、手を貸して。また出たわ、ダック。お姫様ダックの時間。またダック来ちゃってるよ。まあでも走れるからね。これでも。すごいよね。ねえ。脚力が。いや、本当にこれ買います。もうそうなるわ。ね。何あれ？俺か。あれは噂の。クソデカゴリラ。クソデカゴリラの時間。おっと。窓もでかいね、ここは。いや、行くしかねえんだろうな。どこにいたんだろう。クソデカゴリラ？あ、あれは。灯台、きっと船はすぐそこ。よかった、ようやく。いやー、やめてよ、フラグビンビンですわ。あー、何ですか？ね、終わらないという気しかしないね。ねえ、ここからむしろ始まりなのではっていう。そうだよね、うん、お、作業員の日誌。お、社長秘書が突然来て搬送用のコンテナを点検、問題なしとのこと。何でも近いうちに大きな取引があるらしい。道楽社長め、今度は何をする気だ。道楽社長、道楽社長。ん、これ、この頃、野鳥の声をパタリと聞かなくなった。なんだか嫌な感じだ。いや、やっぱ変な研究してたんやろな。そういうことか。カンナさんもグルは普通にありそうじゃない。 あそこにいたけどさ。まあ、秘書だからな。ね、知らないと思えないんだよな。BGM かっこよ。ね、突然なんか。あ、おお、でかねえ、あれ船だ。行くぞー、な、何？あらら、沈んでまった。あ、来た来た。くそでか。これ、噂によると吹きらしいんですよ。え？いや、違うかもしんないけどね。私はやってないからさ。何が？あの、吹きってゲームあるじゃん。うんうんうん。そのゲームまだやってないけど、それの時に追いかけてくる敵キャラっていうか、らしいんだよ。そうなの？いや、わかんないよ。私はね。でもクソデカゴリラがじゃあ。クソデカゴリラは、こいつの家来？どうなんだろう。そんな、うわぁ、うわぁ、まあ、やっぱクソデカゴリラじゃないか。クソデカゴリラだ。おい、すご。セーブがある。とんでもない大きさ。何あれ。ほら。おぉ。え？これは？開かない。空っぽ。ほうほうほう。暗い。めっちゃ荒れてるじゃん。ねえ。うん。暗いよ。はぁ、死んでる。ああ。あ、もうコメントもしなくなっちゃった。はぁ、死んでる。え？なんか光ってんね。青浜観覧局からのメール。緊急。次回の就航について、里島港 from 青浜港湾局。強風による湿気が見込まれるため、次回定期便は未定となりました。運航の見込みが立ち次第、追って連絡します。各位、お客様の安全を第一に自覚ある行動をお願いいたします。ん？助けは来そうにない。
そんな。え？わあ。しまった。え、おい、うぬ、なぬ、なぬ、なぬ。ああ、外れたんだよ。砕け散った。な、何さ、誰か助けて、ね、あ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 。ん？誰？え？まだ、生き残りが、いたのね。ちょっと、なんで殺そうとするんですか？かっこいい。かわいい。でもなんで銃口を向けるんですか？助けてくれたんですか？あなたは一体。え？え、なんでなんでなんで？あ！チャプター2。疑惑の女。え？あ、やっとここでチャプター1終わるんだ。やば。ちょっと、まだまだすぎる。何まであるのか、ね、わかんないしね。ここは、ここ、どこだろう。船着き場まで逃げて、それで、あの人は、まずいよ。捕まっちゃったんだ、私たち。捕まる？どうして私たちを？わからないけど、でも。目的はわからないけど、このままここにいるのはまずそうね。開かない。鍵がかかってるみたい。ねえ、あれは？またすぐ穴から、行こうとする。あそこなら通れそう。さっきみたいに、裏側から開けてくる。また怪我するでしょう。わかったわ。今度こそ気をつけて。もちろん。いた。かいた。よし。もしかして私が動くか。おお、エリカちゃんを。ダメ。開かない。向こうから何か使えてるみたい。どうしよう。あやめの方にはもう戻れないし。うわ、別行動や。ねえ、あやめさんじゃなくなったね。ねえ。これは？ん？避難民の走り書き。これを見た人へ。この窓の、ん？この窓を出た先に下水道の入り口がありますが、下水道の先は避難所へ繋がっているようです。私もこれを書いた後向かいます。どうかあなたも急いで。本当に？もしかしたら、ここから？あるのか本当に避難所は。あ、でも鍵。お、この鍵もしかして。おお。あ、開けられる？カーモン？あやめ、鍵を見つけた。もしかしたらそっちのドアに使えるんじゃ。あ、投げ入れた。おお。あ、開いた。よかった。ねえ。外にさえ出れば、近くの変電施設にみんな避難してるみたい。お互い外へ出て、そこで合流しない？よく言うね、エリカちゃん。そんな、マジ？勇気あるな。ね。そうね、ね。今はそれしかなさそう。何かあればトランシーバーで連絡を取り合いましょう。決まりだね。また。会えるよね。やめてってフラグ立てんの。おいおい。もちろん、絶対に。うん、絶対だよ。やめて。窓から戻れ。ねえ。下水道の先の避難所。急ごう。は、やっぱエリカちゃん動かすんや。エリカターンだ。ああ、エリカターン。あ、アイテムもキーアイテムもない。本当だ。もう一からだね。うわ。へぇ、チャプター2はエリカちゃんのターンなのかってことになるね、多分ね。うんうん。いけない、一本道ですね。うん、あ、足跡ある。暗いね。ほんとだ。その避難所に行った人か。でも足跡途切れてない。途切れてるね。あ、でもと、あるあるある。ああ。なんもないよね。なさそう。下水道。他に道はない。ここしかないか。お。おぉ。あやめ。あ、ちゃった。また乗っとった。あ、あやめ聞こえる。
エリカ、どうかした？下水道の入り口を見つけたんだ、多分。みんなここを通って行ったんだと思う。わかったわ。くれぐれも気をつけて。ああ、行くしかないな。もう戻れない？あ、戻れるわ。一人で行くのね。ねえ。勇気ある少女。ああ、何これ。ねえ。ああ、なんだ、ゴミ？ゴミ流れてきてる。ゴミ流れてるね。臭そう。臭そう、それな。ドアがここに一個。うん、うん、うん。こっちは？こっちは駅の周り。はあ。はい。音？きっと、この足跡の先に人がいる。なんか人っぽくなくなった。うん。ああ、ああ、な、何？ああ、閉まっちゃった。ああ、自動ドア。扉が。え？なんなの？一体。もう、ぐらい。わかんない。わかんない。暗いとだからわかんないって。ゲートについて。施設に異常があった際は自動でゲートをロックします。ロック解除は管理室の装置から四角四角四角。ただし四角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 は被検体が四角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 。ん？被検体？被検体。なんだろう。開かないね。うわぁ！なになに？何だ？なんかサソリみたいなの通った。サソリ？何だったの今の。サソリ危ないな。うん。刺されるとこだった。ここは？下水道の奥にこんな空間があるなんて。確かにな。ねえ。なんだろう。セーブはないですか？あ、研究者来た！おぉ。ある研究者の日誌。雲をベースとした雲だった。タランチュラだったわ。もっと危ないわ。絶大な破壊力、脅威の繁殖速度、そして何より唾液の持つ強い毒性が特徴。きっと、四角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 にもご満足いただけることだろう。万が一噛まれた時は、その辺に落ちている布切れでも何でもいい。とにかく全身に毒が回る前にさっさと治療すること。毒状態があるってことですね、ほらね。いたね。あ、いた。カサ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 動きやがって。ゴキブリか！ゴキブリの方がまだいいな。ね、気持ち悪い。あ、でもよかったね。タランチュラから逃げることになるわけではないっぽいのか。いや、どうなんだろう、逃げることなんじゃないのこれから。いや、クソデカタランチュラ来るかもしれないってことね。そう、クソデカタランチュラくん。来るかもな。管理室は右。管理室。うわ、なんか上が、うわーなんだよ！なんかあるね。なんかある？あら、ある。あ、本当だ。飼育員へのメモ。餌は3日に1回、ウサギ2羽、犬の頭半分。与えすぎないこと、空腹が生物の奥底に眠る凶暴性を増幅させます。与えすぎちゃったかな？てか、餌の量を考えたら体でかいよね、絶対。ねえ。犬の頭半分。そう。うわぁ、やっぱ蜘蛛の巣いっぱい張ってる。ね、あら。蜘蛛の糸？The spider's thread。怖い。そんな、そうやって言うんだ、英語。そう。うわぁ。うわぁ。もう、嫌なり。何かをはめるくぼみ。てか、手前のトラスで見にくい。それ。ああ、あ、これ、張り紙。ドアのパスワードは、あいつの好きなゲームの発売日だとか。一日中制御装置を見守るだけの仕事が面白いと思うか？それくらいの楽しみは許してやってくれよ。ゲームの発売日。うん、穴がある。穴があるね。クランクハンドル。これは？あー、これか。これがゲームの発売日。ゲームなんかあった？今まで。いたね。これ上を取っていったのか、今。ああ。
今、なんかメモあったっけって下向いてたから何も見てなかった。普通に目の前から来たから刺されるかなと思ったけど、多分上の、そのパラスの上を走ってったっぽいな。クランクハンドルこれでしょ。あ、これ取れるってこと？あ、取れるっぽいな。あー取れちゃうんだ。なるほど。そっか。まあ、戻ってこれないように後から外すみたいなやつがあるってことかな。あー、でももう一個は欲しそうだね。そうだね。あー、セーブがある。あー、ナイスセーブ。ナイスセーブ。の綺麗。一回ちょっと休憩しようか。はい、じゃあやるか、続き。はい。続きやろうやろう。あ、これあれ、あ？あれ？あ、え、そこも？あ、反対の、あれ？どういうこと？あ、かんない。あ？あ、ここもだ。ここもダイヤル城なんか。ね、そこもそうなんだね。なるほど。え、でもこっちから、ん？なにこれ？いや、ここ、あれ？あ、どっちからでもね。なるほど。そこ開けてどうなの？ねえ。どっか閉まっちゃったりするんかな？あ、いや、わかったよ。そこ開けたらね。そっか。ここの、これ取っても大丈夫ってことか。そうだね。なるほど、なるほど。うん、うん。あ、パソコンがある。制御装置について、うん。制御装置をオフにすると、一時的に全てのセキュリティが一律で無効化されます。安全には十分にご注意ください。おう。全部無効化。セキュリティ無効化。あ !1221! 稲妻 11! 稲妻 11? あれ ?1223 だっけ忘れちゃったな。突然別ゲーム。突然出てくるじゃん。積載パズルアクション。爽快パズルアクションゲーム。へぇー。かわいい。ねえ、面白そう。やりたい。1221ね。めっちゃ丸してあったね。ねえ。わかりやすい。そう。あ、来ました。おー、まあ。そして私はセーブをするんです。ナイスセーブ。ナイスセーブ。で、ここを取っても OK と。うん。はい、ガシャンと。はい。残念だったな、こっちに行けんだよ。へぇ。誰に行ってんだあの、檻に行ってる。この檻に行ってたんだ。この檻に行ってる。檻に話しかけることしかできなくなった。状況も状況だから。これが制御装置？ああ、これだ。ああ、これだ。言っちゃった。ごめん。ああ。セキュリティが解除された。これ一時的に全部なんか無効化って言ったよね。そうだね。これでゲートが開いたはず。急ごう。なんか来そうなんだけど。そうだな。あ、取れなくなっちゃった。うん、きっと危険でしょ。そうだね、これはフラグビンビンだね。うわー、ノーノーノー。わー、そうだった、暗いんだった。そうね。うわなんかいたな。なに？わ、削られてる。そうだね。うわクソデカ、クソデカタランチュラ。あぶれ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 。でも同じだ、ゴリラと。ちょっと待って、そうだよね。ちょっと、ぶれ無理だって、無理だって。なんどうぞどうぞどうぞ。パイクメって言ってたよな。ねえ。おお。わあ、そうだ、毒だ、毒。ちょっと待って。あ、毒。本当だ。はあ、おー、ナイスナイス。毒治療だけど、もう耐えられないぞ。ミリだね。ねえ。今いたしね。おお。あー、開いてる。開いてるね。うわ、蜘蛛の巣いっぱい。おー、ミリです。あー、セーブがあります。おー、ナイス。やばいよ、でも。ねえ、めっちゃミリになっちゃった。うん。あ、人の攻撃大丈夫、きっと誰かいる。声変わりするとこだったね。危なかった。あ、もう全部人の痕跡だって。うん、やったーって。
な物資的な感じのがあるじゃん。物資どこ？いや、その人の痕跡。ああ、もう布切れかと思った。手に入れられないやつ。救急セットくれ。欲しいね。うわ、うわ、ひどい。人がもうダメじゃん。ね、人の痕跡。お、これはまさかみんな犠牲に。そうっぽいですな。うん、まだ暖かい。マジか。マジ？間に合わなかった。そんな。うわ。逃げ場なんてない。もしかしたら私ももう。大丈夫だって。頑張れ、エリカタ。ああ。ああ、なんだ、今のは。削られてった。ああええエリカちゃんより叫んじゃったよ。ああ、変わった。ああ。エリカ、大丈夫かしら。早く外へ出てエリカと合流しないと。開いたんだろ。行けよ。あれどこだっけ。あ、ここか。合流できんのか。ねえ、ここは一体っていうか、あの女の子も何だったの。あれ、そうだよね。ねえ、疑惑の少女。そう、あれあのチャプター2。うわあ！ぐわーって言ってたな、疑惑の女って言うとした瞬間に来たから、ぐわーって。なんか疑惑の女ね。そう。ああ、心臓が。もうダメだよ。いいね、どんどん叫びポイントが増えてきてるね。あれ？何この、え？何これ？これあれじゃん、あの、銅像あれじゃね、黒沢、黒沢じゃね、ねえ、エリカのおじいちゃん。ねえ。なんか、コンビニで誰かなんか買ってきてる跡あるよ。コンビニ袋とお茶があるけど。ああ、何者かのメモ。うん。8月1日調査メモ。生き残った来場者は各所に避難所を作っているようだが、すでにその多くが襲撃を受けて全滅している。ターゲットは未だ発見できず、引き続き捜索を進める。え？あれか？なんか、人がどんどん消えてってるみたいな。ああ。言われてたやつの。確かに。どっちか？電子ロックがかかってる。カードキーがあれば開けられる。おう。カードキーね。うん。あ、また出た、ハンドル。あ、ほんとだ。あ、こっちでも。え？おや？君は？あ、ルッポライター！ははは。あなた、ルッポライターの、どうして？物資調達のための遠征、遠征、あ、遠征といったところさ。けど外を見たか、正面は敵に囲まれてしまって、それで出られなくなってしまった。間抜けなもんだ。いや、助かるよ。君は？よくわからないんです。怪しい変な女性に襲われて、それで気づいたらここに。なんだと？それは何かありそうだな。エリカ、一緒にいたことをはぐれちゃって、外の変電施設で待ち合わせてるんです。そうか。何とかしないとな。知ってるか？この博物館、戦時中の建物を再利用してるって。その頃の名所で、え？名所？名残や。その頃の名残で、秘密の脱出路があるらしい。おお。一緒にここへ来た仲間が今、脱出方法を探してる。方法さえ分かれば、あとはこっちのもんだ。だが、手がかりを探しに行ったきり、帰ってこない。まさか、とは思うが。その人は、今どこに？東の方へ向かった。生きていて何か手がかりを握ってくれればいいが。東中と今、あやめさんが行こうとしてたところの木。どういうことか。ちょっと待って、ダメルプライターいなくなるの？ねえ、動いた？おい！
あ、物売ってくれないの？うわあ、いるっすよ、普通に。門番してるわ。ほんとは、これは出れねえわ。うん。あ、出口ってここね。ってことだね。うんうん。え、じゃどこ行ったんよ。武士売ってくれると。ね、物売りに来たのかと。ね、売ってくれると思ったのに。違うんだ。ああ、ここか。あ、いる。いた。いたわ。どうした？やったー！イェーイ。でも何も買えなかった。ほんとだね。なんもないなぁ。アイテムがあんまり集まってないもんね、だって。そうだね。救急キット一応作れるっちゃ作れるが。うん。どっちがいいかはまだわかんないから、ナイフなくなってから考えよう。うん、うん。あ、またある！なんか。あー。すごい。絶対違う。トイレしてる。あ、トイレして考えてる。トイレしながら考えてる。めっちゃトイレしてるよ。でもまた完全に探索パートっぽいような感じは。そうだね。それね、ルポライターもいて。いやはや、私たち何時間かかるんだろうね、プレイクリアするのに。怪しいですね。そう、多分ね、すでにね、約3時間ぐらい経ってんのね。推定プレイ時間が何時間でしたっけ？1時間45分なんですよね。おかしいですね。おかしいですよね。困ったなぁ。まあでもね、このチャプター2があって、もう次終わりかもしれないから。確かにね。開かないなぁ。か。またカードキーか。は何ここ、なの、何これ。きっと子供がここへ避難してたのね。無事だといいけど。ほう。おぉ、やったぁ。これ、カードキーじゃない？あ、これカードキーか。やったー、なんか喜んでるな。おあれかも売れるんだね。ねえ、助かる。何ここ、こっちから行こう。ねえ、あかねえ、あかねえ、ロックされてるね。ねえ、やだ。触れ合いコーナー。あ、なんか、なんかいる、なんかいる。これは、さっきルポライターさんが言っていた。あー、死んじゃったか。あ、調査記録。ホールにある像の前、蝶をかたどったくぼみ。そこにレリーフをぴったりはめれば、地下へ逃げられるらしい。旧陸軍が作った秘密の抜け道の名残というわけか。レリーフの所在はどこだ？施設の管理者が持っている？なるほどね。そこが名所なのね。名所なのね。これはめればね。なるほど。そこ、地下の名所へと続いてるんだ。そうそう。レリーフ。それさえあれば、名所へ。名所行きたいよな。なぁ。踏むな。そんな状況だと。めっちゃ踏んでちゃう。おぉ、何ここ。触れ合いコーナーだ。おぉ、こっちも行けない電子ロックね。カードキーで開けられるとこいっぱいあんな。うんうん、ねえ。あ、スクラップ、おー、出た。ナイス、スクラップ。うわぁ、え、なんだと、わかんない、なんだ。そこも金庫あるんじゃない、しかも。そうだね。うわぁ、なんなの、なんなの、これ、ここのなんか、今、外を通った、なんか、ゴリラ、ね。外で暴れ回ってんのか。そういうこと？それも見つけたいしね、その、蝶のなんか。うん、レリーフね。そうそう。ああ、ゴリラ。いるね。あ、そのガチャガチャの音か、この爪痕。ああね、爪痕あるね。うん。ああ、なんかいた。うん。ルポライター。うわぁ！いけなくなっちゃった。ね。ああ、いるいるいる。やめてくれー。あ、なんか水がびしょびしょになってる。水あるね。雨漏り？うわぁ！もう、絵が、絵があったら？くそー！貝が落ちてくるものですよね！はぁ、悔しい。はぁ、なんかいた。はぁ、
ちょっとまずセーブです。監禁しよう。いいね。クラフト可能？そのパターンですか。え、トレーカーをどうやってクラフトするの？やば、デッキ作れって言われてんじゃん。あ、なるほど。デッキ作ったら価値が上がるよと。そうかもね。4枚だけど。なるほど。アイテム4枚。持てない。持てないだろ。今6個あるぞ、もう。ん？そうだね。ナイフ。いや、そうだな。救急セット作っちゃってもいいんだけど。でも、4枚もどっかに散りばめられてるってことだよね。ねえ。やばすぎだろ。見るとこ多そうだな。ねえ。ここや。とりあえず、クラフトハンドル手に入れたから。クラフトハンドルじゃねえわ。クランクハンドルに。出されてるもん。頭が。おぉ。おぉ！もうすごい。すげえ、ホラー系配信チャンネル、時の階段巡り。ああ、怖い。階段ロードクライブ、すごいね。コラボポスターだ。お。え、ここ、青浜市里島は、戦時中は本土を守るための要衛として設備されていました。整備だったね。現在は我が社により、全面がテーマパークとなりましたが、当時の奇妙な話は今でも語り継がれています。この度、時の階段巡り様全面協力のもと、当時の建物から発見された貴重な品々の展示と特別な階段ライブを実現しました。なんかバグってたって途中。うん、なんかバグってたな、音が。どうしたんだろうね。キープアウト。キープアウト！あ、ナイフ使えば切れる。なるほど。ああ。うん。おお、広。でかいダンゴムシ？でかいダンゴムシです。おー、コミック。あ、何これ。換気アイテム。いやー、今持てねえ。夏子って書いてある。コミックでかくね？ねえ。クラフトしちゃうか。ナイフかな。そうだね、今ナイフ使うとこあったしね。うん。ナイフ2つ持ってていいでしょ。で、これで、取得した。コミックはさすがにそのまま売るやつっぽいかな。そうだね。うん、そうだね。あ、あ。レーディングカード4枚も。おぉ！あ、か、え？これがあれば、でも鍵がかかってる。ああ。うん。でもまた鍵じゃん。ね、めっちゃダンゴムシおる。なんなのこのダンゴムシは。これ寝巻きじゃなくてなんだっけこれ。巻き？着ぐるみじゃん。なんだっけこれ、ミノムシじゃなくて、ミノムシ？キャンプとかでさ、ほら、テントとかでさ、こういうさ、あれな、寝袋？そう、寝袋かと思ったんだけど、違うの。あ、寝袋っぽくも見えるな、そういうやつ。ね。なんだ？怖い。めちゃくちゃだね。ねえ。あ。ん？やばい、物認識できなくなってきた。とりあえずぐちゃぐちゃ、なんかゴミ箱あるし。ゴミ箱ある。これはあれか、上から垂れてるカーテンみたいな感じ。おー、やったー、布切れー。おー、トイレットペーパー。あ、間違った。あ、バッグいっぱい。コミック売って、布切れ二つにして、救急セット作っとくのがいいかなって思うんだけど、どうかな。うん、いいと思うわ。うん、しっかり戻ろう。これ、物捨てるってできないんだもんね。いや、一応できる。あ、できんのか。うん。まあでもコミックも売りたいし。うわー、いるー、いるなぁ。やだ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 、オッケー。おー、なになに。コミックは、売却。うん、おー、いいね。うん、はぁ。で、クラフトはまだか。あっちに、手に入れてからじゃないと無理か。うん。お、ナイス。うん、もう忘れないぞ。いや、結構いるね。ね。もうついてくんな。救急セットにしちゃおう。
よし。これで、アイテムが容量5になって、1個余ってる。うわぁ！ゴリラもいる！おっこもいるよ。すごい。おっこもいるよ。なんか食ってる。食ってた。え？すごい、てんこ盛りだったよ。ねえ。あれ、あともう大丈夫だよね。うん、何もない？どうかな。いけるとこなかったかな。あ、でもナイフ。うんうん。ああ。いい叫びが出たな。雲の方がよっぽど怖いって言ったら雲出てきたからもうな。出てきたもんね。何なの？本当に。里島の歴史1。里島は、青浜岬から沖合 40km に位置し、その名の通り、海路の要所として栄えました。しかし、先の大戦においては、その地理的有用性から、島全体が軍事基地に改造されました。歴史2。本土決戦を想定した軍事基地には、上陸してきた敵軍を欺くため様々な仕掛けが施されました。しかし、軍が想定した本土決戦を迎えることなく終戦となり、基地の仕掛けは今も各所に残されたままと言われています。あ、やべえ、殺される。それがなんか、地下の仕組みとかも、その一部ってことか。ね、え、なになに光ってるよ。なにこれ。ええ、調べられないんですけど。人形？ね。え？ライティング？そういう。いやいやいや、これ着物、え、うわぁ！ライティングっぽいよね。おるわ。危ないね。アイテムの光り方してるよな。うん、あ、なんかあるね。フリキ缶。あ、トレーディングカード。おぉ、トレカ。やばい、持ち物がどんどんな、いっぱいになっていく。やばいね。おぉ。ナイスナイス。ああ、ナイス。ああ、業務連絡。展示予定だった人形の頭部が紛失していた件について内部調査の結果、紛失した頭部を発見いたしました。なお、回収した頭部は1階のインフォメーションセンターで保管し、制作者に修理を依頼します。以上。なんか持ってこいと言ってるようにしか聞こえないな。そうですね。あ、なんか。またないね。レバー。ああ、開いた。おわ、開いてた。え？あ、時間制限あんだ。ああ、なるほど。え？で、これは、アクションの予感が。ふぅ。叩けるんだ。そうですね。だって頭持ってない。ああ、終わった。そうだね。あ、しかも閉まっちゃった。ああ、まあ、調べたい子はあるな。頭か。そうだね。多分そういうことだと思うわ。頭持ってきて、ちょっとアクションタイムなんじゃない？ああ、インフォメーション。頭どこよ。ね、どこにあんだ。インフォメーションってどこよ。そもそも。いや、カードも見つけたしね。ねえ。もういらないわ、カードなんて。いや、アイテム捨てるってなったら捨てちゃうのか。じゃない。置ける場所があるわけじゃないのか。うん。ルボライトさん預かってくれないのか。ねえ、120。うん。いや、いくらで売れるのかが気になる。ここに頭入ってんじゃね？違うかな。ああ。ありえなくもない。ここは何なんだ？だって、準備室みたいな。かな。てか、蝶のレリーフを探すって書いてあったな。ああ。レリーフも確かにない。うん。てか、あれだ、カードキーのロックか。鍵かかってるって言ってたんだ。そうだ、ね。うんうん。ああ、そうでしたー。
見つかっちゃった。あ、BGM やばいんだけど。なんだ。ここさっき来たところのやつだよね。うん、あれでもここ知らなくね？あ、ここ来たっけ？あ、ここにほら、あの、うん、カンナちゃん。あ、そうだそうだ。戻ってきちゃった。あれだ、カンナちゃんじゃなくて、エリカ。あ、そうそうそう、エリカが入っていって。そうでした。え？え？え？ え？ え？ あら？これは？積んだ？積んだ？あ、いや。うわ、開いて！おうおうおう。めっちゃミリ。ああ。頭部ってじゃあ。そうだね、ここら辺。まだなんかあるかもな。鍵ないよね。鍵ないかな。ないね。やばい、雲怖い。後ろ通っていいっすか？何してんだろうな、こいつら。食ってんじゃない？あ、遠いしてんのか。うわあ！暗くて。見づれえな、あいつら。見えねえ。あのゴリラ暗い。お腹鳴ってるよ。ねえ。ガラスかしてるわ。おぉ、いいね。どっか行け。そうだ、こっちまだ行ってないよね。あるね、全然。あ、またお茶があるよ。お茶、お茶だ。なこれ、ほんと。タバコ。あ、タバコかい。あ、バッグいっぱい。しかもクラフト可能のやつだよ、また。もう救急セット使います。おお。鍵かかってる？あー、そっか。でも鍵入ってるっぽいな。あ、これまたあれじゃね？オッケー。あ、なるほど。ちょっと待って。わからんな。あ、なりました。感覚ね。私、すごいかもしれないな。カードケース。計算してないっぽかったな。そう。よし、タバコもゲット。うん、タバコは暗い。タバコセット。ライターね。ちぇー。え、右側はいけないんだね。うん、いけないね。下は？うん。あ、布切れもある。うわー、ブリキ缶もある。あ、あるな。絶対これあれだ、トレーディングカード。うわー。どうしよう。何も作れねえ。そうだね。トレーディングカード、いやあ、内鍵。おう。あ、ここに繋がるのか。繋がってんだ。いや、ここを取りに戻ってこい、後で。それもそうだ。要素が多くなってきてるね。うん。え、これどこから？布切れ手に入れられればナイフがもう一個手に入るが。ああ。ナイフ使って割とやっぱ殺してった方がいいんだろうな。ああ、そう、私も今言おうとしたわ。ね。ね、操作する。どうやったか覚えてないよ。感覚で生きてたからな、でもさっき。いけたわ。プロじゃん。プロです。どうもプロです。よろしくお願いします。あ、え、何ここ、え、何ここ、あ、
職員の書き置き。プリペイドカードについて、来場者や特典として配布よって、1階倉庫の金庫に保管、パスワード3945。おお。やっとだぜ。はい、倉庫ね。3945。1階倉庫だからあれか。ルポライターいるとこじゃん。うん、ああ。でも金っぽくね。金っぽい。金か。うん。キャー危ない。危ないっす。はあ。どうしたじゃないんだよ。どうしたじゃないよ。見たらわかんだろ。切れてる。カード正直いらんけどさ、これ。カードね。セットになったらめっちゃ売れるとかないかな。いや、結構高そうじゃない。だってさすがに4つだよ。ね。高いんだろうよ。うんうん。ユニンケさん？なるほどね。コラボしてる。いっぱいコラボしててすごい。ねえ。ちょっとナイフちょっと消費してこようかな。嫌なところの敵殺して。うんうん。今だ。ナイス。違うとこ殺しに行こう。うんうん。もう殺意増し増し。もう一匹来ちゃったよ。ねえ。なんでこんな。え？え？自由すぎだな。ちょっとかわいい。ああ、こいつ殺せばいいか。で、これで一個出たから。ハードが。いやー、どうだ？ちょっと待ってよ。あれだ、トレカはまだだ。ライター拾わないと先に。ああ、いいね。そしたら2開くからね。うんうん。あれ？あ、カードの鍵手に入れたんだった。あ、そう、ああ。忘れてた。どこ歩っけ？今すぐ。あ、そうだったわ。あ、もうあの仕組み簡単に解けすぎて、なんかゲットした感なかったんだよ。そうだよね。ナチュラルすぎてさ。そう、プロすぎて。いや、この雲やだわ。食うものあって夢中になってたらいいみたいだな。確かに。開いた。カードキー。うん。いろんなとこに行けちゃいますよ。確かに。よいしょー。はい、ナイス。早い。流れるように。スムーズなセーブ。あ、これでプリペイドカードも。ああ、売れる。換金換金。お、まあ、300円増しで、売ってもらった。あ、うんうん、あー戻っちゃった。入れちゃうね。うん。ポペー。ポピー。おー、あ。おお。来た。あ、でもじゃあ4枚見つけた。揃ったが、先に、ライターを。そうだね、ライター見つけないとダメだ。うんうん、カードキー認証機。え、承認証機。カードを挿入してください。あ、はい。カードを検出しました。ああ、メーターを設定数値にセットしてください。またか。なるほど。はい。あこれ好きだな。楽しい。全部これだったらいいのにね。ね。アクセスしてな、どうなったの？え、なんかね、上位者が入れる。あ、こうなった。上級職員になった。ああ、ほんとだ。ああ、なるほどね。いや、ここ、後からだろ、絶対。ああ、ぽいな。ね、戻ってきまーす。なんで。待てー！ああ、やばい。なんてこった。根拠的なのはなさそうだね。これ、ここ。ああ、使えねえ。ああ、死にかけてる。ちょっと、心もつないで。うん。ああ！いるねえ。あ、ここに来るのか。なるほど。回ってんだ。
あ、てかそこもカードキーなんだ。そうだね。こいつナイフで殺そう。はい。はい。危ねえ。もうギリ。危ねえ危ねえ。で、こいつ横から食ってるでしょ？あ、動いちゃった。そうだね。で、ピキならね。ピキならなんとかなる。これでいけるでしょ。お。おー、MOS ホワイトさん、ね、換気アイテムかい。めっちゃ換気アイテムあるな、でも。ね。あー、まだダメだ。あー、危ねえ。あれ？あ、ここや！あー、そっかそっか。ポピー。お、あれ？職員のメモ。あ、メモね。二階の胴体しかない人形、頭部を盗んだのは Y ってやつだそうだ。それとは別に、蝶のレリーフも持ち出していたとか、しばらく上司たちが慌ただしかったのはこれのせいだったのか。Y はひとまず CEO の秘書が引き取ることになった。あ？警察に突き出されるのも時間の問題だな。Y。Y。誰や？でもあるね、頭部。ね、うわ、怖い。監禁アイテム、クラフト可能。あ、く、えぇそういうことかよ。え、あのでかい人形を持っていくの。そういうことちょっとまずライター見つけないと。あ、お金。そうだね。はあ。でも、レリーフ欲しいよね。レリーフも。ねえ。どっかに。すごいな。あー、やっぱ左側がスタッフ専用エリア。なるほど。あー、しかも広いね。広いねー。はぁ、あ。クソデカため息出るわ。もうこっち行くしかなさそうだな。